なんか曲はいろんなことを乗り越えて、なんでしょうね、辛いことも含めて、そのどんなに辛くてもこう生きていかなくちゃいけないんだっていう今までのこういろんな自分の中の思いが、なんか途中で落ち着かなきゃ落ち着かなきゃと思いながら、こうすごくライブのような気持ちで息もこう思いもこうこの中に入っていった気がしました。ああ、白い空間ずるいと思う。Wow. You know, sometimes it is hard, yeah. To be thinking. I be like so crazy when I be listening to this.And I feel her so much. I feel her a lot, and I can't stop like me look to her and more in her video and listen to this little video music. And she like, wow, what this? And if you want to watch the full video, it is in the description in below. Go watch it, the full video in description. Watch it. This just moment when I just like feel it. I want to share this with you and.Yeah, I hope you can enjoy and give me that love and follow me in TikTok and in Instagram and the full video in description. Go watch it and don't miss it. In description, go watch it. Thank you so much and for support, and this means a lot to me. なんか いろんなことを思い出しました。ありがとうございました。この「炎」という曲は いろんなことを乗り越えて、なんでしょうね、辛いことも含めて、そのどんなに辛くてもこう生きていかなくちゃいけないんだっていう今までのこういろんな自分の中の思いが、なんか途中で落ち着かなきゃと思いながら、こうすごくライブのような気持ちで息もこう思いもこうこの中に入っていった気がしました。ああ。白い空間ずるいと思う。Wow. You know, sometimes it is hard, yeah. To be thinking.
なんか いろんなことを思い出しました。ありがとうございました。この穂村という曲は、いろんなことを乗り越えて、なんでしょうね、辛いことも含めて、そのどんなに辛くてもこう生きていかなくちゃいけないんだっていう。今までのこういろんな自分の中の思いがなんか途中で落ち着かなきゃ落ち着かなきゃと思いながらこうすごくライブのような気持ちで息もこう思いもこうこの中に入っていった気がしました。ああ、白い空間ずるいと思う。Wow. You know, sometimes it is hard, yeah. To be thinking. いろんなことを思い出しました。ありがとうございました。この穂村という曲は いろんなことを乗り越えて、なんでしょうね、辛いことも含めて、そのどんなに辛くてもこう生きていかなくちゃいけないんだっていう。今までのこういろんな自分の中の思いがなんか途中で落ち着かなきゃ落ち着かなきゃと思いながらこうすごくライブのような気持ちで息もこう思いもこうこの中に入っていった気がしました。ああ、はあ、この白い空間ずるいと思う。Wow. You know, sometimes it is hard, yeah. To be thinking.